さあ試合再開です。クラブベアーズ相手陣40ヤードからのファーストダウンテ、さあこれも粘りアダンナイスダウンファーストダウン、ランニングバック33番、今度は左オープンをつきました。ハンドオフから大きく迂回し、相手ディフェンスをその体育生かしながら前進しまして、見事攻撃権更新を果たしております。クラブベアーズファーストダウン、このシリーズは33番の中野が引っ張っております。大阪芸術大学出身です。クラブベアーズ相手陣28ヤードからのファーストダウン、さあ今度は15番が持ちました。ハンドオフを受けて左オフタックル付近にその体を突入させます。これはしかし大阪府警も踏みとどめまして、ゲインは1ヤードにとどめております。キャリア15番は吉本です。こちらも大阪芸術大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン内、パス不成功、ここでパスプレーを挟みました。右に展開していた29番にパスを投じましたが、どうやら29番この時に芝に足元スリップしまして、踏みとどまれませんでした。パス不成功となりまして、サードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン9、ボールオン相手陣27ヤード、パス不成功、ここで中央切れ込んだワイドレシーバー12番にパスを投じましたが、これは大阪府警24番がパスカットしまして、パス不成功としフォースダウンに変えます。素晴らしいパスディフェンス披露したは大阪府警シリーズ24番の藤井でした。京都産業大学出身です。クラブベアーズフォースダウン9、フォーメーション組みます。フォースダウンギャンブル、タッチダウンにこだわります。さあこのパスはしかしレシーバーキャッチできましたが、フィールドの中で着地できませんでした。従いましてパス不成功という形になります。パス失敗で4回目の攻撃失敗という格好になりますので、ここで攻撃権は終了、攻守変わりましてテイクオーバー、攻撃権は大阪府警に変わります。さあ結果的に攻撃権取り返しまして、大阪府警自陣28ヤードから27ヤードからの攻撃に入ります。大阪府警シリーズファーストダウン10、ナイスパスカット、パス不成功、ここで大阪府警まずパスプレーにより前進を図らんというところ、しかしそのパスをクラブベアーズディフェンスが見事パスカットしまして、パス不成功に変えております。番号の方の確認を怠りまして誠に申し訳ございません。97番のプレイヤーでした。97番のシラスです。大阪体育大学出身、エイジ50。大阪府警セカンドダウン10、ここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーで中央を切り裂きます。何枠29番密集点突入しまして約5ヤードのゲインに変えています。この地上戦でなんとか状況打開を図らんというところは大阪府警の何枠29番の木村です。京都産業大学出身、こちらもエイジ43、不惑のプレイヤーここで活躍しております。
大阪府警サーダウン5。インターセプト、ターンオーバー。ここでクラブヤーズのディフェンスが見せました。大阪府警がパスによって突破を図らんというところ、ディフェンス陣がこのパスをカットし、そのボールが落ちる前に14番が拾い上げインターセプトとしました。パス奪取となり攻撃権を奪還。大阪府警から攻撃を取り返し、クラブヤーズの攻撃に変わります。見事インターセプトを果たしましたのはクラブベアーズ14番の佐藤でした。日本大学出身です。クラブベアーズ相手陣45ヤードからのファーストダウンテ、これは大阪府警ナイスディフェンス。クラブベアーズ今度は中央へのランプレー、パワープレーで相手陣を粉砕しようとしましたが、ここにクラブ大阪府警の57番79番殺到しまして、このランを阻止する形に成功しております。大阪府警78番でしょうか、逆し、素晴らしいプレーでした。京都産業大学出身のプレーヤーです。79番は伊藤でした。失礼いたしました。さあその強固なディフェンスに突き抜けました。33番中央桐崎、9ヤードのゲインを果たしております。本日この33番中野、非常に好調な走りを見せています。クラブヤーズサードの残り2ヤード、パス成功、ファースター。ここでこの2ヤードをパスで突破しました。クォーターバック8番ランをフェイクにしたプレイアクションから中央切れ込んだ85番にパス、このパスを85番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。パスを投じましたクォーターバックは8番の稲葉、そしてそれを取りましたワイドレシーバーは85番の西江でした。西江エイジ52、大阪教育大学出身。さあさらにここでランプレーが投じられます。何枠33番ハンドオフから左オープンを展開しまして、相手のディフェンスを見定めながら約8ヤードのゲインを果たしております。クラブベアーズセカンドダウン2、ボールオン相手陣12ヤード。中央に引きつけ、その奥に走り込んだワイドレシーバー82番にパス、それを82番ディフェンス振り切り、見事にエンドゾーンでパスキャッチしましてタッチダウン成立です。クラブヤーズタッチダウンパスにより6点追加となっております。そしてトライフォーポイント、キック成功、1点追加、クラブベアーズ26点、大阪府警シリーズ0点とスコア変わっております。
実に鮮やかなプレーアクションでした。フェイクに私もつられまして一旦画面フレーム外れましたが、奥に走り込んだレシーバー29番に見事通りましてタッチダウン成立となっております。鮮やかなパス、これを取りましたのは29番の藤本でした。京都府立大学出身のプレイヤーです。さらにリードを広げるクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。大阪府警リターンしまして自陣25ヤード付近確保してこの位置からの攻撃という形になります。現在負傷者が発生したためレフリータイムが入っております。さてここでちょっと、現時点、この試合始まります第4節が始まります前の星取り表をご覧ください。現在行われておりますクラブベアーズそして大阪府警の星取り状況もここに記載させていただいております。現時点では大阪府警シリーズ、1勝2敗の状況ですがこの試合の結果によりましてはその戦績も変わります。クラブベアーズは3戦全勝というところですが琉球ガーデンライオンズも先ほどの試合勝利しましてともに4戦全勝という形が近づいております。もしそのような形になりました場合にはこの両雄の直接対決が、10月23日最終節に組まれておりますのでそれが事実上 X の優勝決定戦という形に変わります。その意味でもクラブベアーズとしてはこの試合を勝利しまして文字通り決定戦に持ち込みたいといったところでしょう。大阪府警なんとかここに一石を投じることができるか。さあランプレー入りましたがここはクラブベアーズ許しません。中央突破図らんというところをクラブベアーズディフェンス陣殺到しましてこのランを阻止しております。2ヤードロスに変えましてセカンドダウンに持ち込みます。対応しましたのはクラブベアーズ10番の酒井です。大手門学院高校出身のプレイヤーです。大阪府警セカンドダウン12。パス不成功。クォーターバック11番左に展開していた24番にパスを投じましたがディフェンスのカバーありましてパス不成功になっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。大阪府警サードダウン12。パス不成功。クォーターバック11番プレッシャー殺到する中中央切れ込んだワイドレシーバー21番にパスを投じましたがこれはパスが合わず不成功となっております。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。さあこのパントベアーズリターンに入ります。このリターンの結果ベアーズは相手陣44ヤードの位置からの攻撃を得ます。この位置からクラブベアーズの攻撃という形に変わります。
クラブベアーズ相手陣44ヤードからファーストダウン10。さあまず中央にランプレーを投入しました。何枠15番、一旦密集点でタックルを受けましたが、そこから伸び上がるように前進しまして約6ヤードのゲインを獲得しております。セカンドエフォートを決めましてタフなランを成功させたのは15番の吉本です。大阪芸術大学出身。クラブベアーズセカンドダウン4。パス不成功。ここでパスプレーを投入しました。クォーターバック8番下がりまして右奥に展開していた29番にパスを投じましたが、しかしプレッシャーからパス不成功。サーダウンに変わります。クラブベアーズサーダウン4。これは大阪府警ナイスディフェンス。ここで左方向のオープンサイドにランプレーを投入しようとしましたが、ここに大阪府警のディフェンス陣殺到。最終57番が追い詰めまして大きなロスを奪いましてフォースダウンに変えます。ここでも見せましたのが大阪府警57番の栄川でした。大阪産業大学出身のプレイヤーです。この試合では栄川が素晴らしいプレーを再々披露しております。クラブベアーズフォースダウン7、パントフォーメーションを取っています。このパントは外へ蹴り出す形になりまして、大阪府警陣20ヤード付近でボールデッドし、ここで攻守交代となります。攻撃権変わりまして大阪府警に移ります。ここで2ミー2オーニングに入ります。大阪府警結果的に2ミニッツオーニングを得た状態で攻撃権を確保した格好になります。さあ試合そのものは非常に厳しく決しかけているといった表現をさせていただかざるを得ないと思う形になっておりますが、しかし大阪府警としては何としてもこの状況完封だけは免れたいという思いがあると思います。その意味ではこの攻撃シリーズが得点をできるおそらくは最後に近いチャンスになると思いますので、ここでの奮起を期待したいところではあります。さあ2ミートウォーニング解けまして試合再開。大阪府警ファーストダウン10。さあランプレー入りました。ランニ枠にハンドオフしまして左オフタックルから駆け上がり約8ヤードのゲインを確保しております。
こちらも地上戦で気を吐いています。ランニングバック29番の木村です。京都産業大学出身。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。先ほどの、負傷退場という形でこれは10秒減算措置という形が作動します。従いまして試合時間10秒減りまして残り時間1分31秒の状況で試合再開となります。この措置は故意に負傷退場を狙って時計を止めるという行為を働くことを防ぐための措置です。安全上の関係から危険な際あるいは負傷者が発生した場合は必ず試合を止めますが、それを悪用するチームがあってはならないということでこのような措置が講じられております。試合再開です。大阪府警セカンドアンスリー、ナイスラン、攻撃権更新、ファースター。ここで大阪府警クォーターバック自らキープを選択しました。ハンドオフフェイクで決め打ちの形で右オープンに展開、これが見事決まりまして攻撃権更新です。大阪府警ファースター。しかしチェーンがセットされますとここから時計は回り始めます。現在チェーンクルートラブルが発生している模様です。さあ時計回ります。大阪府警自陣35ヤードからのファーストダウン10。これはクラブベアーズナイスディフェンス。中央へのランプレーを、クラブ、大阪府警は選択しましたが、このランプレーを見事に、クラブベアーズ43番が食い止めまして、ゲインは2ヤード程度にとどめております。見事な対応をいたしましたがクラブベアーズ43番の松井です。神戸学院大学出身。中で倒れたため時計は回っております。大阪府警セカンドダウン8。パス成功、ファースター。ここで11番左に展開していた9番にパス、9番ディフェンスの隙間を縫って見事にキャッチしまして攻撃権更新です。大阪府警ファースター。さあチェーンセットされまして時計回ります。見事にキャッチしましたが大阪府警9番の吉岡でした。龍谷大学出身。パス不成功。クォーターバック11番ポケットで耐えまして、中央とどまっていたレシーバー27番にパスを投じましたが、しかしこのパスはキャッチ、パスが取ることができず不成功となっております。ダウンセカンドダウンに変わります。
大阪府警セカンダウンテン、残り時間10秒。パス成功、ファースター。クォーターバック11番左に展開していくワイドレシーバー9番にパスを通しまして、見事攻撃権更新を果たしております。また外へ出たためその時点で時計が止まり、試合時間残り5秒となっております。前パス失敗ないしはボールを持った選手が外へ出た段階で時計は止まります。この点のところも残り時間少ない時には重要な要素になってまいります。さあしかし残り時間5秒の状況で大阪府警ファーストダウンテン、ボールオンは相手陣40ヤード。インターセプト、ターンオーバー。ここでロングパス投じましたが、そのパスは最終、クラブベアーズ81番がインターセプトしまして、ここで試合終了となりました。最後を締めましたのは81番の能山でした。京都外国語大学出身のプレイヤーがインターセプトしまして、ここで試合終了です。試合終了となりまして、クラブベアーズ26点、大阪府警シールズ0点でクラブベアーズの勝利となりました。これによりましてクラブベアーズ4戦全勝となります。大阪府警非常に苦しい戦いですが、見事完遂いたしました。最後まで大阪府警を追い詰めるパワフルなフットボール、非常に見応えありました。ナイスファイトでした。クラブベアーズ見事勝利しまして全勝を確保し最終節を迎えます。先ほどご覧いただきました星取り表、これはこの日が始まる前の状況ではありますが、2つ上上位2つをご覧ください。クラブベアーズ、琉球ガーデンライオンズともにこの日勝利いたしまして全勝確保です。そしてこの両雄が先ほどありました11月23日最終節で直接対決いたします。この勝者がすなわち XE の今季の勝者優勝者となります。さあ果たして優勝にたどり着くのはこのどちらのチームとなるでしょう。最終節11月23日ぜひご注目ください。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはここグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。
さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目に記されたストーリーだったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきたいと思います。この後サイトを変えまして再びこの後行われます、クラブアイランズそして、トライスターズの一戦もお送りさせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして X2 ウエスト XE 西日本全チームの合同企画にのっとって実施させていただきました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。その実況と配信をさせていただきましたのは私道楽屋理事でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。